トン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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。この度、YouTube ショート動画の毎日投稿をやめます。ついにたくあんボーイ、ネタ切れか、YouTube、手抜き始めたか、10万人いったからもうそこまでか。違います。これから本編が始まるんです。ショート動画は、いわば CM。宣伝でございます。ショート動画でたくさんの方にたくあん TV の存在を知っていただき、たくさんの方が見ていただいて、そして10万人の方が登録してくれました。集めるだけ集め、僕は今まで本編を上げていなかったんですよね。映画館で例えると分かりやすいですよね。映画館で CM が流れますよね。いよいよ公開、たくあん TV、 こんな映画が始まります、〇〇〇〇始まります、鬼滅の刃始まります。映画館行ってみんな楽しみにしてます。本編を楽しみにしてますね。いろんなところで予告を見て、あ、こんな人がドラマに出るんだ、こんなアニメ映画があるんだ、あ、この人がこうやってるやつもっと見てみたい、見てみたい、見てみたい。映画館集まりますよね。映画館集まります。どん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 集まります。 CM が流れるとどん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 見たい、本編を見たいから集まってきます。映画館に10万人バーッと集めました。あれ、2年ぐらい経ちましたけども、まだかな、本編は。もういいな。映画泥棒ばっかずっと流れてて。もう、わかりました。泥棒しませんので、早く本編流してください。お願いします。まだですか？本編は、CM はわかりましたけども、本編はまだですか？もっと長いの見たいんです。ということなんですよ。ということは、皆さん、わかりますよね？いよいよたくあん TV 旅行動画突入でございます。発表します。ダイヤ改正させていただきました。旅行動画週4本、ショート動画週3本でございます。よろしくお願いします。そして今まで週2回やっていた生配信なんですけども、そちらは週1回にさせていただきます。それは制作に時間を費やすためでございます。また特別感のある週1回の配信にしたいと思っておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。皆様、今後とも10万人のたくあん TV をよろしくお願いいたします。次は今年中に20万人を目指して進んでいきます。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。